ウクライナ軍東南部の2集落から撤退か昨年の大規模犯行で奪還ロシアによるウクライナ侵略でウクライナメディアは16日同国軍参謀本部筋の話として同国軍が東部ドネツク州の集落ウロジャイノエと南部ヘルソン州のドニエプル川東岸地域の集落クルインキから撤退したと報じた両集落はウクライナ軍が昨年夏から秋にかけ 大規模な反攻作戦の一環として奪還したことを発表していた両集落からのウクライナ軍の撤退が事実であれば前線でロシア軍が優勢にあることが改めて示された形となるロシア国防省はこれに先立つ14日ウロジャイネを制圧したと主張していた両国軍は現在戦略的要衝であるドネツク州チャソフヤル方面や 東部ハリコフ州クピャンスク方面で激戦を展開兵力で勝るロシア軍はウクライナ軍が両方面に戦力を集中させている隙を突き手薄になった別の方面で支配地域を拡大しようとしている模様だただ昨年の犯行が不守備に終わった後、ロシア軍の損害拡大を狙いとする主制の戦術に移行したウクライナ軍にとって都市部となっていたウロジャイノエや クルインキの戦略的重要性は高くなく領収落の喪失が事実だった場合でも戦局に与える影響は限定的だと見られるウクライナ軍は昨年の犯行でロシア軍の占領下にあるアゾフ海沿岸地域や南部クリミア半島方面への前進を機と8月にウロジャイネを奪還したほか10月にはドニエプル川を尖してロシア軍の支配下にある 同東岸地域に進出しクルイン機を確保していたしかしウクライナ軍はロシア軍の強固な防衛線に直面して戦力を損耗秋までに前進は停止したトランプ暗殺未遂事件でウクライナ情勢に異変化右派勢力の過激化が引き寄せる核兵器による世界大戦トランプ暗殺未遂で強まるウクライナに吹く危険な風 7月9日から11日ワシントンで開かれた NATO 首脳会議はほぼ予想通りの結果で終わったウクライナの NATO 早期加盟は実現しない代わって西側はウクライナへの武器・財政支援を強化していくというのが基本一方ロシアが世上ささやかれていた下記大攻勢をかけてくることはなかったウクライナにはこれから F16 戦闘機等の新戦力が到着 ロシア新聞への攻撃力を増す。7月13日の暗殺未遂事件を乗り切ったことでトランプが次期政権を取る可能性は相当高まった11月もしトランプが米大統領に当選すれば彼は停戦への圧力を強めてくるバイデン大統領の年齢問題もあり米国政権は来年1月までレームダック状態に陥る。 欧州はフランスのマクロンが7月の総選挙で負けたことで取りまとめ役がいなくなったこういう情勢を見て取ったウクライナ特に右派過激勢力は見境ないロシア攻撃を強めようとするだろうそれがふらふらする西側をウクライナ支援につなぎ止めておくための唯一の手段だと彼らは考えるそれはまた 彼ら自身の国内での地位を保全する手立てともなるこれはロシアによる核兵器使用そしてそれへの西側の報復と核兵器による世界大戦に至る宿命的な導火戦かウクライナ右派過激勢力とは何者かウクライナ右派過激勢力はヌエのような存在でその実態はなかなか見えなかったが今はアゾフ旅団とその司令官代理 ボク,ダンクロテビチ31歳がスポークスマン役を務めるもともとは第二次世界大戦から戦後にかけ今のウクライナ西部でドイツ軍次いでソ連軍と戦った独立派バンドゥーラの勢力が発祥のようだ鎮圧後も西側の諜報機関はその残存勢力と関係を維持していたという説もある2013年11月 キーウでヤヌコービッチ政権への反対集会が始まるとウクライナ西部を中心に青年不満分子がさまざまな右派グループの旗を掲げて参集したその中にはカギ十字つまりナチの旗を掲げる者たちもいた彼らはインテリ新 EU 勢力に代わって反ヤヌコービッチ運動の主導権を取り2014年2月には 大統領皇帝を占拠してクーデターを実現するこのためプーチン大統領は今でもウクライナはネオナチ勢力が牛耳っているというプロパガンダを展開しているのだが右派の全員がネオナチだったわけではないそれに14年5月の選挙でポロシェンコ大統領が登場してからは右派勢力も政府に取り入れられていくそれまでの同勢力指導者たちはこぼれ落ちて 今では社会の片隅に生きているそして残った青年不満分子は通称アゾフ大隊後に連隊から今の旅団に拡張という盛況な部隊に仕立て上げられたこれを仕切ったのは当時のアバーコフ内相で彼は後にゼレンスキー大統領と対立辞任に至っているその後彼は政治の表舞台に登場することはないが 何らかの利権を差配しているようでアゾフ旅団を使って何をするかわからない右派の中核としての復活アゾフ勢力今のアゾフ旅団以降アゾフと総称は2022年5月以降のマリオポリウクライナの第2の港でアゾフの本拠地でもある工房での主役となり投降してロシアで捕虜となっていたが22年9月には捕虜交換の結果 大量に釈放されてて帰還しているそして今彼らは力を回復しウクライナ軍指導部への批判を強めているウクライナ軍総司令官はオレクサンドルシルスキー前任のバレリー・ザルジニ総司令官がゼレンスキーをしのぐ人気を得るようになって更迭された英国大使に任命されやっと数日前勤務を開始している後に承認した人物 彼はロシアで生まれた生水粋のロシア人で遺伝子的にはウクライナ人と変わらないがソ連時代からウクライナでの軍務ばかりやっていたからウクライナ軍に残った人物ザルジニーと違って政治家におもね兵士の犠牲をいとわない命令を出す人物として嫌われているペラルーシ欧州35カ国にビザ免除導入西側との緊張感は狙いか ロシアと同盟関係にあるベラルーシはヨーロッパの35カ国に対し入国ビザを免除する制度を導入しました西側諸国との緊張を緩和する狙いもあるとみられますベラルーシ外務省は17日イギリスやフランスドイツなどヨーロッパの35カ国を対象に入国するためのビザを免除する制度を導入すると発表しました ビザなしで最大30日の滞在を認めるもので、ベラルーシ外務省は、我が国は開放的であり、平和主義の原則に従うことを改めて示すとしています。この制度は今月19日から12月31日まで適用されるということです。ベラルーシはロシアによるウクライナ侵攻を受け、欧米の制裁対象となっています。 ロシアと戦術核兵器の使用を想定した演習を実施するなど軍事面などでの連携を強める一方西側諸国との緊張を緩和し自国の経済を活性化させる狙いもあるとみられます外務省は17日イギリスやフランスドイツなどヨーロッパの35カ国を対象に入国するためのビザを免除する制度を導入すると発表しました ピザなしで最大30日の滞在を認めるもので、ベラルーシ外務省は、我が国は開放的であり、平和主義の原則に従うことを改めて示すとしています。この制度は今月19日から12月31日まで適用されるということです。ベラルーシはロシアによるウクライナ侵攻を受け、欧米の制裁対象となっています。 ロシアと戦術核兵器の使用を想定した演習を実施するなど軍事面などでの連携を強める一方西側諸国との緊張を緩和し自国の経済を活性化させる狙いもあるとみられます制裁はきついだろうねトランプとなればロシアと取引をする際制裁緩和も持ち出すだろうベラルーシもそこに加わりたいかもね以前助けてもらえず 結局、プーチンの言いなりになるしかなかった忌々しい経験をしているルカシェンコ下手に西側にすり寄ればまた同じ目に遭うと分かっているがそうも言ってられない状況なんだろうねこの人も独裁者でどうしても痛い人なんだけどどう考えてもプーチンを裏切っている国民性としてルカシェンコは嫌いだしロシアも嫌いだけど争い事は嫌いだという人たちの割合が異常に高いんじゃないかな ロシアの同盟国に軍事で加勢しようという考えはまるでないようだウクライナとの国境に配備していた軍部隊も最近引き上げてしまったルカシェンコも国民も戦争が嫌いなんだろう